ホセーニさんに話を聞きに行くわ。これな。遠いな。離島におるのか。なんかでもイベントの内容自体はなんとなくミホヨラボで見た。なんかちょっと やってみるとわからんなと思った。よくわからんかった。これか。自己修復機能。人脈のエネルギー。こいつはスメールの人間なの。プルシナスパイク。話が長いな。愛者混沌探知機。部品を探す。愛車混沌装置探知機はもらった。え、ここまで。話長えよな。ね、学者愛者が古代創造物の研究中に作った簡単な道具、地中に埋まっている古代創造物を観測できる。しかし急いで作ったため精度には改善の余地がある。使うときは予期せぬことが起きる可能性があっても注意が必要。一応使えるんだ。どこだ、ここだったっけ。
変なやつがうろうろしとるの。諦めなさい。さ、その命いただいたわ。うわ、ここまで来る。こいつまだ行ってんの。その命いただいたわ。取るに足らないわ。これどこで、とりあえず使いたいんだけど。抜けないんだ。あ、抜けたか。それどこでもいいから使いたいんだけど。あ、使えないんだ。じゃあまた後日ってことなのかな。イベント詳細。ああ。観測ポ、あ、ここに置けってことか。データサンプリング全ての目標を達成すると解放。あ、こういうとこに置いていくっぽいね。はあ、はあははあ。ああ、そういうこと。梅桃さん、梅桃さん戻りました。お帰り。